You are listening to Ricky's Podcast College. Please brought to you by DJ Ricky がお送りいたします。グッモニーポッドキャスト大学の DJ リッキーです。この番組はポッドキャストのことを勉強できるポッドキャスト番組をお届けしております。ポッドキャスターに関係する最新のテック情報や機材レビュー、海外情報、レファック情報を Apple Podcast キーステーションにマルチ配信でお届けしております。今日お届けするトピックはこちら。ブログと音声配信どっちをやろうか迷ったら考えるべきポイントとは。この番組を聞いてくださっている方の中にですね、もしかしたら、私はブログをやろうか、やっぱり今流行りの音声配信ポッドキャストやろうかどうか迷っている方いらっしゃるのではないのでしょうか。今日はですね、私 DJ リッキーどちらもやっております。ブログもやっておりましたし、ポッドキャストも900回、ブログの方もですね、あんまり紹介しておりませんけれども、リッキーブログというですね、いわゆる自分のアーカイブからライフハックとか、またポッドキャストに関係するスキルに関してですね、配信しているんですけども、かれこれ多分1400記事ぐらいは書いてるんですよね。その経験からもですね、どちらの良さもわかるんですよ。で、どちらがどれぐらい時間がかかるのかも分かっております。そんな中からですね、こういう方には、ブログがだろうなとか、こういうコンテンツ出すんだったら音声配信がいいんじゃないかな、ね、そんなことをですね、今日はご紹介していきたいなというふうに、思っておりますので、よろしくお願いいたします。まずですね、前提条件として皆さんに知っていただきたいことが一つあります。それはこちらです。音声なら3000文字を10分で配信できる。これね、って驚く方多いんじゃないかなと思うんですけれども、音声配信ポッドキャストであればですね、だいたい3000文字を10分間で配信することが、できます。はい、ですね、ちなみにですね、3000文字やろうとすると、半日ぐらいはですね、ブログかかりますね。大体ブログの記事1000から1500文字ぐらいするのが、大体3時間ぐらいは、3時間から4時間ぐらいかかりますけども、そのぐらいのですね、その本当にね、コスパがいいんですよ、音声配信の方が。早く出来上がるというですね、そんなメリットが、あります。で、この3000文字を10分で配信っていうですね、情報なんですけども、どこから仕入れてきたかと言いますと、ボイシーの尾形さんのですね、書籍、新時代も話す力、話す力、なんだっけな、ごめんなさい、話す力の声を自分らしく生きる武器にするっていうですね、ご本があります。すいません、ちょっとタイトルすぐ言えなくて、そのご本の中の、ところにはですね、書いてありました。はい。で、このようにですね、音声配信の方が、サクッと、例えば10分とかで配信できています。最近でしたら、スポーティファイ4ポッドキャスターズなんかもですね、充実してきているので、スマートフォンに向かって話して、その内容をですね、サクッと編集して、概覧と、写真とかをつけてですね、3000文字の内容、ブログだったら、3時間、4時間ぐらいかかる内容を、10分で収録して、5分ぐらいで編集して、15分ぐらいで配信しちゃう、なんていうこともですね、できるようになってきて、おります。はい。このようにですね、やっぱり音声配信は、サクッと、時間がなくてもですね、コンテンツ、話したい内容さえあれば、すぐにですね、配信することが、できていきます。で、音声配信やるっていうのは、やっぱりね、時間がない方向けだったり、話すのを特訓したい方とか、向けですね。で、ブログやるのであれば、大体1日にですね、少なくても1時間、長くても2時間、3時間、4時間ぐらいはかかります。まとまった時間がかかります。1日で終わらせることじゃなくて、やっぱりね、2日間とか3日間じっくりかけて構成を考えて、
2000文字、3000文字書く方も多いんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、こういうね、文字にすると3000文字とか2000文字とかすごくかかりますけども、中にはですね、ブログといってもですね、500文字ぐらいで終わっちゃう短いブログを書いてる方もいらっしゃるかもしれません。そんな方もね、いますし、あとはツイッターの、ま、投稿した内容がまとまっているので、それを貼り合わせてブログっぽく作るみたいなね、そんな早技もありますね。これはブログ書く上で、すごく簡単にですね、ブログの記事を一つ作るコツにもなってますね。うん。同じね、ツイッターの内容でもですね、連投ツイートをして、その連投ツイートした内容を、例えば、ブログの記事として、章立てして、まとめて、ね、なんかやる、貼り付けて、まとめておくっていうこともね、できますよね。うん。で、音声配信の場合は、ね、なんだろうな、これ、一回聞いてもらってまた聞いてもらうっていうのはね、こう難しいんですよね。うん、一回聞いたらもうまた次聞くのはやめようかなと思いますし、2年前3年前ぐらいの内容をなんかね、こうまた聞きたいなっていうふうには思わないんですね。でしかしながらですね、ブログの場合は1、2年前の内容だったり3年前ぐらいの内容だったとしても、そこの内容がすごく自分の悩みを解決してくれるものであれば、やっぱりこのね、ブログの記事を見たり、ブログの記事の中にある写真とか図を見たりして、自分が抱えている問題を解決したいと思いますね。うん。そうなんですよ。だからブログの方が後から検索されて、で、ちょっと最新の情報じゃなかったとしてもですね、割とこう、まあ、コンテンツとして消費されやすい、アーカイブされやすいというメリットが あります。はい。例えばね、なんだろうな、最近だったら NFT の買い方とか、仮想通貨のね、どの口座がいいのかとか、なんかそういうのってね、やっぱりいつの時代でもなんかこう気になる内容じゃないですか。まあ、会計関係、財務関係だったりとか、ね、何か、まあ、ライフハック系の、ライフハック系はそうでもないか。うん。なんか、いつの時代も検索する内容。例えば、パスポートの更新の仕方とか、あとは、自動車免許の更新、まあ、取得の仕方とか、まあ、そういうのってね、どの時代もね、まったり検索需要がありますしね。うん。で、やっぱりそういう需要があるものを記事としてまとめておくと、まあ、何年経っても、またそれが見てもらえる可能性があります。で、ポッドキャストの方ももちろんですね、まあ、検索されてヒットしたら、まあ、何年経ってもまたね、聞いてくれるっていうこともあるんですが、やっぱりね、その消費が早いので、すごく昔の内容をまた遡って聞くっていうことは、あんまりしづらいのかなっていうね、そんな傾向が、まあ、肌感覚で申し訳ないんですけども、そういうことがですね、ちょっとね、やっぱありますね。周りの方々、ブロガーさんとか、まあ、音声配信やってる方のね、傾向とか見ていてですね、そんなことを感じております。はい。うん。まあ、とはいえ、ね、ブログの方が、なんかこう、過去のコンテンツもね、アーカイブストックされて、まあ、見てもらえる可能性が高いとは言いながらもですね、音声配信の方もですね、やっぱりこれ自分の経験なんですけども、ポッドキャストよく聞いてくれてる、過去の親も聞いてくれてる方いらっしゃいます。これね、多分音声配信も、例えば、Google で検索したときに、過去の内容が、まあ、検索でヒットする場合もあるんですよね。で、実際にですね、この私 DJ リッキーがやっているこのポッドキャスト大学も Spotify for Podcasters で配信していますが、過去のオンエアの方がですね、再生回数がどん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 、伸びていますね。これはコンテンツの、内容にもよりますけども、過去に行けば行くほど再生回数がどんどん上がっていきます。ですので、古いからといって、まあ、必ずしももう再生されないっていうことでもなく、過去になればなるほど、また再生されるという傾向も、まあ、あるというですね、そういうことを一つちょっとお伝えさせていただきたいなというふうに思います。ただしですね、ブログのように、こう、過去のものがぐーっとこう、
掲載されるわけでもないので、その辺はまあ気をつけというかですね、いただきたいなというふうに思います。まあアーカイブにねしていきたいという視点で言えば、音声配信の方はアーカイブはちょっと向いていないけれども、まあそれでもまあ過去のものは聞いてもらえることもあると。でブログの方の方が、まあ、アーカイブもされるし、過去の情報、まあ、過去に更新した情報であったとしても、その内容が普遍的なものだったりとか、未来の人をですね、未来の人の悩みを解決するものであれば、投稿記事の内容が、まあ、投稿の年限が古かったとしても聞いてもらえるというね、そういうところがあります。うん、はい。でやっぱりね、その、まあ、記事として作るとか音声配信として作るとか、やっぱ制作時間はね、まあ、どこでもね取られるんですけどね。でもブログの方が、まあ、制作時間はかかるけれども、総合的に言えば、まあ、アーカイブされて多くの人にこう見てもらいやすいところがあるのかなっていう感じがしますし、マネタイズの面でもですね、やっぱりこう人って何か悩むときって同じウェブページをずっと見たりとか、いろいろ比較したりとかするじゃないですか。で、そういう比較したときに、やっぱりこの記事がいつもそこにあって、何回も見たりとかしていくと、やっぱりね、そうね、悩んでるときにね、いろんな記事見て、また同じ記事をずっと見て、最後ポチッとしたって、そういう経験皆さんあると思うんですけども、やっぱブログ記事の方が、なんかその買い物をするときにですね、こう、そばにいてくれる感じがね、私はしますよね。うん。でブログ記事の方も、まあ、もちろんね、購買に役立つ、マネタイズに役立つっていうところもありますし、音声広告とかのね、マーケット情報を見ますと、まあ、聞きますとですね、やっぱり音声広告も、潜在的にその広告とか紹介されるものを聞いて、あ、買ってみようかなって思う率も非常に高いですね。うん。ですから、まあ、音声広告業界の方々の情報ですと、やっぱ音声の広告を聞いた方の方が、その後ね、その商品を検索したり買おうって思う率が高いっていうね、そんなデータも出ています。はい。でホストリード広告の方が割とこう受けるっていうね、そんなねデータもね、オトナルさんから出ていましたね。うん。ですからやっぱりね、ブログやろうか音声やろうか迷った時には、しっかりとアーカイブしていきたいという人であればブログ、またなんだろうな、やっぱり時間がなくて手軽に発信したい、でもまた誰かの悩みを解決したりとか、いい商品を紹介したいという方であればポッドキャスト、この辺かなっていうふうに、ね、その辺の判断かなっていうふうには思いますね。うん。またね、補足的に、例えば自分の喋り方を良くしたいとか、プレゼンを控えてるっていうね、そういうことであればポッドキャストの方がいいと思いますし、また文書力を上げたいとか、また、セールスライティングを学びたいとかっていう方であれば、ブログに、してもいいかなというふうに思います。でもちろんですね、ライティングの勉強のためにポッドキャストを使うっていうやり方もありますよね。この台本を作る作業を、ライティングとして、まあ、やるっていうね、そんなやり方もありますよね。うん。だからどこでどうね使えるかどうかはちょっとまた人にもねよるかなと思うんですが、音声配信でもですね、ライティングの勉強というか、できたりしますね。うん。あとはね、セールスライティングとしてもですね、この台本でしっかりこういうふうに訴求しようとかね、音声でしっかりそこでこういうふうに訴求しようっていうふうにして、そういうね、なんだろうな、こう、音声配信の中でライティングを勉強するということもできていきます。はい。まあ、それにしてもですね、なかなか難しいですよね。でもね、どちらもお金はそんなにかかんないんですよね。ブログであれば、まあ、毎月1000円ぐらいかな。1000円ぐらいのサーバー代と、またね、あとは、
ドメイン代ですかね。それがかかりますね。うん。で、音声配信であれば、基本は無料でできますし、あとは、スマホと本だけでもできますし、また、マイクとか、ミキサーとか買うのであれば、だいたい2万円から3万円あれば、まあ、お釣りがね、来ますので、そんなにね、初期費用的なものは、まあ、どちらもね、どっこいどっこいなんですよね。うん。で、まあ、そういう機材とか買いたくなければですね、まずはスマートフォンだけで、なんか配信するっていうことも、ありではないかなっていうふうに思います。それで、ね、容量をつかんで、じゃあちょっと機材買っていこうかなみたいな感じにね、してもいいかと思います。どちらにせよですね、そこまでね、サーフィンやるぐらいお金はかかりません。サーフィンやったらですね、サーフボードとまたウェットスーツ買ったらだいたい15万ぐらいはかかっちゃいますけども、そこまではかからない費用でですね、ブログまたは音声配信は始めることができていきます。はい。さあ、ここまでブログと音声配信の比較をしてきましたけれども、実際どちらにするか決まりましたでしょうか。ブログのね、記事もですね、やっぱちゃんとしたいい記事書こうと思えば、半日、もしくは一日、時間がかかりますが、しっかりとした記事を一つ作り上げればですね、1年、2年経っても、まあ、読み返してもらえる、また検索、Google の検索で引っかかるっていう可能性もあります。それが大いにあります。音声配信の方は、まあ、簡単にね、サクッとこう収録して作れる反面、またね、後で検索して、まあ、聞いてもらえるっていうのは、ちょっとね、難しいのかなというふうな感じがありますね。うん。で、先ほども、音声配信はサクッと、まあ、できますっていうふうに言いましたが、しっかりとして、ね、そういう機材を整えたりとか、配信環境を整えたりとか、BGM を揃えたりとか、まあ、そういうことをやっていきますと、ちょっとですね、時間がかかる場合もありますけれども、でもですね、このポッドキャスト大学はですね、これ一発撮りで、BGM も一発上乗せ状況ですし、ね、マイクももうずっと固定して使っているので、まあ、ほぼ、何の支障もなく運営しているというのはそんな状況でございます。はい。なかなかね、こう、2つを比較するのは難しいんですけども、やっぱりね、時間がないという方は、ぜひ、ポッドキャスト、音声配信、そして、時間には余裕がある、そして、なんかちょっとアーカイブ、人生のアーカイブをしていきたいという方は、ぜひですね、ブログをやってみてはいかがでしょうか。それでですね、よくあるのが、ブログをやって、そこから音声配信に行くっていう方は非常に多くいらっしゃいます。これはインフルエンサーでも、もともとはブロガーだったけど、今は専業で音声配信やってるっていう方は非常に多くいらっしゃいます。ボイシーのパーソナリティの方でもそういう方多いですよね。で、ブログでしっかりね、物を書けるような状況になって、あとで自分で話す練習をするっていう流れはね、非常にいいですよね。うん。もう頭の中に文章が出来上がっている状況で話をするとなるとですね、すごくスムーズに話をされる方が多いです。一方で、ブログ、音声配信はメインにやってて、後からブロガーになるっていう方はね、あんまりお見かけしないですね。うん。やっぱりブログで基礎を作っておいて話す。これがね、いい流れかなというふうに思います。でもしね、これを聞いているリスナーの方の中で、すでにブログもいっぱい記事あります。記事があって、かつ音声配信化してません。という方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。そういう方はね、ぜひですね、自分のブログをね、ブログを見ながら、それを台本代わりにして、読み上げて、なんか、アドリブなんか入れながらですね、配信してみてはいかがでしょうか。これね、結構使えますね。私、このポッドキャスト大学、ネタがないときに、もうブログの記事を読み上げながら、かいつまで読み上げながら、まあ、アドリブとか最新情報を入れたりしながらですね、音声配信化しています。で、音声配信化した内容をブログの記事にインサートして、おりますね。そのブログの記事の冒頭に、実はこの記事は音声でも、聞けるようになっているので、ちょっと時間がない方とか、ちょっとこれから車で移動しなければいけないという方は、この記事を音声で聞いてみませんかみたいな、そんな導入でですね、ブログの記事の中に音声配信のリンクを入れたりしています。そういった感じですね、このブログと音声配信でいろいろ行き来できたりするんですね。人を渡り鳥に A の島から B の島に、B の島から A の島にみたいな感じですね。渡り鳥を渡らせることができますので、まあそういうやり方もあるということですね。今日はご紹介させていただきました。はい。さあ、改めまして今日はブログと音声配信、どっちをやろうか迷ったら考えるべきポイントということでご紹介させていただきました。さあ、最後にですね、ブログやりたいなという方向けにですね、これブログってなかなかね、一人でやり始めるの難しいので、
この本は良かったというので、ね、今日はご紹介させていただきます、2冊ご紹介ですが、1つ目は中島大輔さんのブログライティングの教科書、これ非常に良かったです。そして、京子先生の本、100倍売れるウェブライティングのすべてがわかる本、これはね、ライティングに関する本ですね。ブログの中でどういうふうに訴求をしたら物が売れるのか、こういうマジックワードを使うといいよみたいなことがね、具体的に書かれております。気になる方は概要欄の方からチェックしてみてください。で、ここまで聞いていただいて、ポッドキャストに関する本はないのかってね、言われそうなんですけどもね、これポッドキャストに関係するね、本がね、Amazon の Kindle とかね、なんか普通の配信者さんの本しかないんですよね。まあちょっともうちょっとしたら出てくるかな。おすすめあったらまたご紹介します。さあ、今日のポッドキャストはいかがでしたでしょうか。リッキーのツイッターマジポッドキャスト情報やライフハック、ガチャツに関する情報を発信しております。番組の感想は専用メールもしくは専用フォームから、新着を聞き逃さないように読むニュースサービスとくらべに、あなたの朝時間にポッドキャスト情報をサクッとアップデートしていきますよ。Thank you very much for joining Ricky's Podcast Courage. This podcast has been brought to you by DJ Ricky がお送りいたしました。Have a wonderful and fruitful day. Don't forget your smile. 素敵な一日を。バイバイ。This podcast has been brought to you by DJ Ricky.